リンゴン・ベインズ・ジョンソンはアメリカ合衆国の政治家。同国第36代大統領。1908年8月27日にテキサス州ストーンウォールに誕生する。下院議員、上院議員、第37代副大統領、第36代大統領を歴任した。1961年1月20日に民主党。 ケネディ政権の副大統領に就任し、1963年11月22日に、ケネディ大統領暗殺事件で大統領に昇格、政権を引き継いだ。リベラルとして知られたケネディに対して、南部テキサス州出身のジョンソンは、民主党の中では保守派と目されていたが、大統領就任にあたって掲げた貧困撲滅と、 公民権の確立を骨子とする偉大な社会政策は非常にリベラル色の強いものであった。政権初期には公民権法の早期成立に向けて議会をまとめることに努め議会との関係が円滑でなかったケネディに比べて巧みな議会工作で法案を可決させその他にも内政においては達成した政治課題が多くジョンソン政権は 同じ民主党のルーズベルト政権と並んで大きな政府による社会福祉や教育制度改革、人権擁護を積極的に推進した政権であった。しかし外交政策ではケネディ政権から引き継いだベトナム戦争への軍事介入を拡大させ国内に激しい反戦運動と世論の分裂をもたらした。ケネディ暗殺後の1964年 アメリカ合衆国大統領選挙では、ケネディへの同情票と昇格後1年間の政権の成果を評価する票で、共和党候補を大差で破り、歴史的な対象を果たした。しかし1965年からベトナム戦争の拡大で、国の内外からの強い批判に、身動きが取れなくなり、次の再選を目指した1968年、アメリカ合衆国大統領選挙で、 民主党の大統領候補の指名を受けることが危ぶまれる状況となり、1968年3月31日、全米に向けたテレビ演説で、それまでのベトナム政策の劇的な転換を発表すると同時に、大統領選挙に再出馬をしないことを表明、自らの政治生命に幕を引いた。1908年8月27日に、 テキサス州中央部のテキサスヒルカントリーと呼ばれる地域にある農村ストーンウォールで誕生した。彼の両親サミュエル・ジョンソンとリベカ・ベインズは貧しい地域で農場を所有しており、彼らにはさらに4人の子供がいた。妹のリベカ、兄弟のジョセファ、サム・ヒューストン、ルシア。リンドン・ジョンソンは幼年期を通じて公立学校に通い、 1924年に、ジョンソンシティ高校を卒業した。1927年には、南西テキサス州教員養成大学に入学した。校内活動や学校新聞の作成に参加し、苦労しながらも1931年に卒業した。なお在学中に1年休学し、テキサス州南部、コトゥーラの貧しいメキシコ系移民の生徒が通う。 学校で教師見習いを務めている。テキサス州第10会議員選挙区の補選に出馬した、ジョンソンの支援に訪れた、フランクリン・ルーズベルト・ジョンソンは大学を卒業した後、ヒューストン高校で演説及び討論を教えた。しかしながら、すぐ教職を辞め、父親の力を借りて、政治の世界に入った。ジョンソンの父は、テキサス州議会で5期務めており、後に、 連邦会議長となるテキサス州選出会議員のサムレイ・バーンとは親しい友人だった。以後サムレイ・バーンはジョンソンの政治しなぎ役として彼に影響を与え大統領になった後まで続いた。1931年にジョンソンはウェリー・ホプキンス州議会議員の連邦会議員選挙に協力し、ホプキンスはその労に報いてジョンソンを リチャード・ケルバーグに紹介、推薦した。これによりジョンソンは、ケルバーグの立法秘書官となり、ワシントン立法補佐グループの議長の座を与えられた。秘書としてのジョンソンは、数々の影響力を持つ人々と知り合い、彼らが、どのようにその地位に達したか、いかにして、尊敬を集めているかといったことを学んだ。また、 ルーズベルト政権の主要人物数人ともパイプを持ち、当時副大統領だったジョン・ナンス・ガーナーとは、同じテキサス州出身で、その後相談役として、ジョンソンを支えていくこととなった。秘書在任中、ジョンソンは、テキサス出身のクローディア・アルタ・テイラーと出会い、スードのデートの後、1934年11月17日に、結婚した。これが後に、 レディバード・ジョンソンとして知られるようになるジョンソンの妻で、ある。夫妻には、1944年に、長女のリンダ・バードが、1947年には、次女のルーシー・ベインズが生まれている。1935年には、テキサス州青年局長に就任し、政府が若い人々のために、教育の充実と雇用の拡大をするよう尽力した。 この活動によってジョンソンは自身の政治的地盤を構築することができた。ジョンソンはとてもタフな上司として部下の間では有名だった。彼は2年間青年局長を務め議会選挙へ出馬するために辞職した。1937年にジョンソンはオースティンを呼び周辺町村を含むテキサス州第10会議員選挙区の補選に出馬した。 彼は妻の大きな支援を受けながらニューディール政策の推進を選挙公約に掲げて選挙活動を繰り広げ当選した。会議員になるとフランクリン・ルーズベルトはこの若いテキサス人に関心を示し新人議員にとって非常に重要な意味を持つ海軍軍事委員会の委員にジョンソンを指名した。また会議員として 主に自身の選挙区に連下をもたらすことをはじめ、地元発展のために奔走した。1941年にジョンソンは、テキサス州の現職上院議員の死去に伴い、上院の補欠選挙に出馬する決意をして、民主党上院議員候補に名乗りを上げて、現職テキサス州知事で、ラジオパーソナリティの w l e パピーをダニエルと民主党候補指名を争った。 当時のテキサス州は民主党の画像で民主党での指名を得ることは即議員に当選すると言われた時代であったが当時有名だった州知事を前にジョンソンは当初全く歯が立たないと予想されたしかし力強い選挙活動を展開して際どいさまで追い込んだが結局ジョンソンは敗れた海軍少佐の制服に身を包んだ ジョンソン会議員上院補選の選挙運動の終盤において、ジョンソンはもし戦争が始まったら、招集に応じて戦地に赴き敵と戦うという公約を掲げていたが、ほどなくして1941年12月7日朝、日本軍の真珠湾攻撃で、翌8日にアメリカは日本に宣戦線布告し、第二次世界大戦に参戦した。大戦中ジョンソンは、 海軍少佐として従軍し、銀星賞、アジア太平洋従軍記賞を呼び、第二次世界大戦戦勝記念賞を受賞した。しかし戦後になって、銀星賞受賞の背景には極めて、政治的なも論ろみがあったことが憶測されるようになった。1940年6月20日、会員員時代に、初めて平時の徴兵を行うための法案が、 議会に提出されたとき、予備役海軍少佐だったジョンソンは、自身の招集を免除する約束を取り付けた上で、この法案に同意した。ところが翌年アメリカが対戦に参戦すると、一転して、海軍省次官ジェームズ・フォレスタルに自分を、非戦闘員として配置するよう求め、テキサスと西海岸の造船交渉の検査役となった。アメリカ軍が各地で、 日本軍に対して劣勢な中、1942年春頃になると、ジョンソンはルーズベルトに、今度はより戦闘地域に近い戦地に自らを配置にするよう求めた。情報が軍の指揮系統を経由する間に歪められることを予想したルーズベルトは、南西太平洋地域で信頼できる情報源を得たいと考えていた。そして、 フォレスタルの提案により、ルーズベルトはジョンソンを南西太平洋の偵察隊に配置した。ジョンソンはオーストラリアのメルボルンで司令長官ダグラス・マッカーサーと会合し、第22爆撃隊に配属された。偵察目標はニューギニア島にある日本海軍の来飛行場だった。司令官は外部の偵察員など帰って足でまといだと感じていたが、ジョンソンは その必要性を強く主張した。1942年6月9日、ニューギニア付近のポートモレスビー及びサラマヌアで勇気、ある行動を見せた。南西太平洋地域の情報活動任務で、ジョンソンは、戦闘に関する情報を直接得るために、ニューギニアのまだ、日本が制空権を握っている空域で危険な任務を、帯びた偵察を志願した。 ジョンソンの登場する B-26 マローダー爆撃機と共に偵察活動に出た部隊は日本軍の攻撃を受けたがジョンソンの登場機はその前にエンジントラブルで引き返しており爆弾も投下せず戦闘には参加していなかった。マッカーサーはジョンソンと生き残った偵察員に最高位から3番目に位置する銀星賞を授与した。帰国後、ジョンソンは 我々の軍用機は日本の戦闘機にはるかに劣っていた、士気は高くなかったなどと正直に委員会に報告している。しかしその活動内容は非難を浴びたため、ルーズベルトは軍務に就く議員を議会に戻すことを命じた。1948年の大統領選挙と同時に、ジョンソンは再び上院議員選挙に挑戦。この時は民主党候補の指名を受けて、 共和党候補を破り当選した。ジョンソンは、その圧勝により、ジスベリリンドンと呼ばれた。上院では、軍事委員会の委員に指名され、1950年の後半には、調査小委員会の結成に貢献した。その後この委員会の委員長となり、防衛費と予算効率の多くの調査を行った。これらの調査の結果によりジョンソンは、 他の議員の尊敬とともに全国的な注目を集めた。やがて彼は論争を最小限に抑えて案件を処理する能力に長けていると言われ、立法の魔術師というあだ名が付けられた。上院議員として数年の活動後にジョンソンはリーダーシップを発揮して1953年には少数党員内総務に選出された。ジョンソンの最初の活動は 委員会への選出から年功制を取り除くことであった。1954年にジョンソンは上院議員に再選され、民主党は上院で多数派となりジョンソンは多数党院内総務となった。そして、同僚議員を説得する力と他人を操作する技術をフルに活かして、本会議と委員会の運営を支配し多くの法案を成立させるために尽力した。 ジョンソンの上院院内総務としての実績は、1960年大統領選挙で、民主党における有力な大統領候補とみなされることになった。しかし、この年3月のニューハンプシャー州の予備選から、勝ち上がってきたマサチューセッツ州の上院議員、ジョン F ・ケネディに獲得した大議員数で差をつけられて、また、 ジョンソン自身の立候補宣言が遅すぎたこともあって7月の民主党大会で彼は409票を得たが、その場合、近い806票を得たケネディが民主党大統領候補に選出された。そして民主党大会の最終日にケネディが副大統領候補に指名したのは対立候補であったジョンソンであった。リベラルな北部出身のケネディがジョンソンを 副大統領候補に指名したのは、南部テキサス州出身のジョンソンと組むことで、南部の保守票を獲得することにあった。これは、当時も現在も、政府副大統領の組み合わせで南北のバランスを取る、ことは普通のことであった。しかし副大統領は、通常大統領の補佐であって、政権内部でリーダーシップを取ることはなく、この時ジョンソンの政治指南役で、 同じテキサス州のサムレイ・バーン会議長は副大統領候補を受諾したジョンソンに失望したとされフランクリン・ルーズベルト大統領時代に副大統領を務めた同じくテキサス州出身のジョン・ナンス・ガーナーは副大統領なんぞ単壺ほどの値打ちもないとジョンソンに語っている同年11月民主党のケネディ・ジョンソンは調査で共和党のニクソン・ロッジに勝利して トルーマン大統領以来8年ぶりに民主党の大統領が誕生することとなった。NASA で演説を行うケネディ、その横にジョンソン1961年1月に大統領就任後のケネディは人種差別問題に関心の深いジョンソン副大統領を大統領雇用機会均等委員会の委員長に任命した。その他にも副大統領としてジョンソンはいくつかの 執務を無難にこなした。内政についてはもともとニューディーラーであったジョンソンの見識の深さはやがて大統領になってから発揮されたが外交について見識を深めることはなかった。ベトナム情勢の悪化が進む中でケネディ政権はアメリカ軍の正規軍人から構成された軍事顧問団の派遣と軍事物資の支援を増強することを決定。ケネディは ジョンソンと国防長官ロバート・マクナマラを1961年にベトナムに派遣し情勢視察に当たらせた。ジョンソンはベトナム視察の報告書の中でアメリカが迅速に行動すれば南ベトナムは救われるとして早急な支援を訴え、マクナマラも我々は戦争に勝ちつつあるとあらゆる数値が示していると報告し、ケネディの決定を指示した。 副大統領在任中は、ケネディ兄弟の高い人気の影に隠れて、典型的な外交儀礼用の副大統領に終始し、ワシントン政界では、ほとんど何でもない男であった。形式的な存在に過ぎず政権内では孤独であった。ジョンソンは、政権と議会の板挟みになった上に、政権側が、ジョンソンの頭越しに議会と取引をすることもあり、もはやジョンソンが、 上院に復帰しても、院内総務時代の指導力を取り戻すことは困難となった。それどころか、議員時代の立場と政権の方針の相違から、上院議員への復帰能力すら、怪しくなっていた。1963年10月31日の大統領記者会見で、来年の大統領選挙で、副大統領候補は、ジョンソンと、お考えですか という記者の質問に対してケネディは、その通り、答えはイエスですと答えているが、翌日のある新聞には、ジョンソンの首が繋がったという露骨な表現まで、現れた。まさに大統領の胸三寸で、政治生命が左右される状況で、ジョンソンにとっては忍耐の日々であった。空港の大統領専用機器内で、大統領就任の宣誓をするジョンソン。 ケネディ大統領暗殺の直後のため機内で、直ちに宣誓が行われた。右隣は、前大統領夫人のジャクリーン・ケネディ。左隣は、妻のレディ・バード・ジョンソン。1963年11月にケネディとジョンソンが、副大統領の地元である、テキサス州を遊説することとなったのは、翌年の大統領選挙で、保守層が強い南部諸州の中で、 テキサス州だけはどうしても勝たなければならないと考えた、ケネディが最初の遊説地に選んだのが発端であった。南部では人種差別問題へのケネディの強硬な姿勢と公民権法案の議会提出により政権への反感が高まっていた。11月21日、ジョンソンはケネディに同行してテキサス遊説を開始した。 最初の遊説地サミアントニオとフォートワースを訪ねた後、翌11月22日12時前に、ダラスのラブフィールド空港に到着。ダラス市内のパレードに際しては、ジョンソンの乗った自動車は、シークレットサービスの警護車を間に挟んで、大統領夫妻の乗った車の荷台後から進んでいった。現地時間12時30分、2発の銃弾を受けて、ケネディ大統領は、 オープンカーの後部座席で崩れるように倒れた。ジョンソンには怪我はなかった。一行が一旦パークランドメモリアル病院に入った後、シークレットサービスは暗殺対象に副大統領も含まれているかどうか不明であることから直ちに首都に帰還することを進言したが、ジョンソンはケネディの容体を確認するまで以内に止まることを決めた。その後、 ケネディの死亡が確認され、自動的にジョンソンが、第36代アメリカ合衆国大統領となった。ジョンソンは直ちに首都期間を決め、往路ではケネディが使用しダラスのラブフィールド空港に、中期中の大統領専用機に登場した。就任先生は、前大統領夫人の到着を待ってから行うこととし、大統領専用通話で、トルーマン。 アイゼンハワー元大統領に連絡して協力を要請する。狙撃から2時間8分後の午後2時38分、中期中の機内で一家の友人でもあった連邦判事サラティー・ヒューズを前に就任宣誓を行った。女性の先導に従って宣誓した大統領は、このジョンソンが初めて、また聖書ではなくカトリックのミサテンに手を置いて宣誓したのも初めてだった。 大統領暗殺により、副大統領から大統領に昇格したのは1901年に、マッキンリー大統領暗殺事件で、セオドアル・ウズベルトが昇格して、以来で、病死を含めて昇格した大統領としては、トルーマン以来史上7人目であった。宣誓の後、大統領戦容器は、エアフォースワンのコールサインで首都に向け離陸した。ジョンソンは、ワシントンに戻って、すぐに、 各閣僚と個別に会議を行い大統領、就任直後から精力的に執務を取った。ケネディが任命した閣僚の多くは、ケネディの友人や個人的なつながりのある知人だったため、それまでは、歴代副大統領の例に漏れずかやの外に置かれていたジョンソンであったので、大統領暗殺直後で、国内も緊迫した事態の中、早急に、 各閣僚との意思疎通をすぐに円滑にできるようにした。一部に、ケネディ時代の閣僚からより自身に忠実であることが、期待できるものに全自入れ替えていったという話があるが、政権の閣僚一覧を見ればわかるように、ラスク国務長官、ユードル内務長官、フリーマンの務長官は、結局ジョンソン大統領の任期期間中も執務を、全うしている。ケネディに迎えられた。 マクナマラ国防長官も、ジョンソン政権末期まで、以後4年間留任しており、政権中枢は、ケネディ大統領の時のメンバーを変えていない。また特にジョンソンが、苦手とされた外交や、国防の分野で、国家安全保障担当の大統領補佐官、マクジョージ・バンディア同時席補佐官、ウォルト・ロスト、国務次官、ジョージ・ボール、国務次官補。 ウィリアム・バンディなどはそのままジョンソン政権下でも留任した。ただし、ケネディ政権の事実上のナンバー2であった司法長官で弟のロバート・ケネディについては政権の継承と不要には不可欠な存在と考えていたが、本人がニューヨーク州から上院議員選に出馬する意向を固めて、翌年には司法長官を辞任した。 一部には1964年の大統領選挙に出馬するのではという観測があったが、議員も、州知事も、経験のない彼はまず上院議員を目指して、ジョンソンの次の大統領を視野に置いて、政治活動を進めることとなった。これはジョンソンにとってはまず一安心であった。 しかし皮肉にも4年後ベトナム戦争に対する非難が渦巻く中でジョンソンに再出馬を断念させたのはロバート・ケネディであった。また、ケネディ暗殺事件直後に暗殺事件に関する調査を行うウォーレン委員会を作り、委員会に捜査権を持つ権限を与えて、国内での暗殺事件に対する陰謀論や、ソ連やキューバに対する不安を払拭するように努めた。 翌年9月にウォーレン報告として調査結果が提出されて犯人リーハーベイ・オズワルドの単独犯行とする報告であった。最高裁長官をジョンソン自身が説得して委員長に指名したが皮肉にもジョンソンはこの報告に満足はしていなかった。1964年11月3日にはアメリカ大統領選挙の一般投票が行われた。 与党の民主党は、ジョンソン大統領と副大統領候補に、ヒューバート・ハンフリーを指名し、野党の共和党は、バリー・ゴールド・ウォーターとウィリアム・ミラーを、政府副大統領候補に指名して争い、ケネディ前大統領の暗殺を受けて、わずか1年足らず前に、大統領職を継いだジョンソンは、同年夏の公民権法制定などの実績をアピールしつつ、対立候補である。 共和党のゴールドウォーターを人種差別主義者、この国をソビエト連邦との核戦争に突入させるかもしれないと極右と印象づける作戦を行った。選挙戦に入る直前にトンキン湾事件が起こったが問題がまだそれほど大きくなかったこともあり大きな争点となることはなかった。そしてジョンソンは50州のうち44州と コロンビア特別区を制し、4、312万7、04に1票を獲得して、一般投票が初めて、アメリカ全体に広げられた1824年以降、最大の得票率61.1%を獲得し、538人の大統領選挙人の、うち486人の支持を得て、ゴールドウォーターを破り、改めて、アメリカ国民からの信任を得た。 この時に同時に行われた上下両院議員選挙で民主党が圧勝して多くの共和党議員が落選し議会で民主党は絶対多数派を実現させた。これは少なくともその後2年間にジョンソンの国内政策の実行に有利な環境となった。こうして選挙で選ばれた大統領としてイゴジョンソンはケネディ政権からの脱却を施行するようになる。 すでに1964年半ばに、偉大な社会の構想を述べて、国内政策に邁進する決意であったが、同時に、ベトナム情勢が悪化する中で、ケネディとは違う方向へ舵を切っていた。ハンフリー副大統領とともに、ダスク国務長官とマクナマラ国防長官と共に、シアトー首脳らとともに1964年大統領選挙から、内政の改革を行い、 偉大な社会を実現すると訴えて、当選後に様々な改革立法を提案して、民主党優位の議会でもあったのでその69%を成立させる驚異的な記録を残した。これは当時司法、行政、立法の三権がイデオロギー的に同調した時期に権力の座にあった珍しい大統領であったからであると言われる。それはジョンソンが、 議会と大統領と最高裁判所が共に、連邦政府の庇護のもとで、国民の権利拡大を図るべきだという思想を共有していたからに他ならない。公民権法公民権法に署名する、ジョンソン・アメリカは、第二次世界大戦において、自由で平等な国を自称してきたが、 建国以来200年近くアフリカ系アメリカ人などの少数民族に対する法の上での人種差別が認められてきた。しかし、第二次世界大戦中におけるアフリカ系アメリカ人兵士の活躍や戦後間もない1950年代に入って起きたモンゴメリーバスボイコット事件などをきっかけにこのような法の上での人種差別をなくそうとする 公民権運動が全米で盛り上がりを見せてきていた。ケネディ時代の1962年にアラバマ州でアフリカ系学生の州立大学への入学をめぐって、またバーミングハムの差別撤廃闘争で白人側の反撃で流血に発展して連邦軍を派遣する事態となり、1963年8月にワシントン大行進が行われていた。 しかしケネディは言論こそ巧みだが、そもそも、異人種カップルを、自分の結婚式に呼ぶのを断るなど、人種差別的行動が目につき、しかもいざ行動に移すのは躊躇し自分の、政権時代には何も起こさなかった。大統領執務室で、キング牧師らと協議するジョンソンこれらの動きを受けて、かねてから、人種差別に対して否定的であり、 公民権運動に強い理解を示したジョンソンは、公民権法の成立に向けて、キング牧師などの公民権運動の指導者らと協議を重ねる傍ら、人種差別的な議員の反対に対して、院内総務を長年務めた経験を生かして粘り強く議会、会従策を進めた。ジョンソンが粘り強く動いた結果、 1964年7月2日に公民権法に署名し、公民権に関わる訴訟には、司法長官が介入することができて、ここに長年南部で続いてきた人種差別制度はすべて連邦法で禁止され、公共施設での人種差別はすべて撤廃されることになった。またジョンソンは、翌1965年8月6日には、 白人側の妨害で遅れていた選挙権登録における差別をなくすための投票権法にも署名し、連邦政府の介入で投票権の保障を強化することなどを定めてアフリカ系アメリカ人への差別撤廃に対する積極的な姿勢を示した。なおアメリカ合衆国司法省によれば国内で法制化された。 公民権法の中でも最も実行力あるものと考えられている。この投票権法の法案審議を前にした1965年3月15日、議会合同会議においてジョンソンは公民権運動の象徴である、我らは勝利するという言葉を用いた演説を行っている。ただし、 こうした施策を実施しても、なお人種差別の根絶には至らず1967年には、デトロイト暴動が発生している。これに抗応するように、メリーランド州のケンブリッジやオハイオ州のトレドなどでも、暴動が発生した。ジョンソンは、大統領の権限で、デトロイトへ数千人規模の連邦軍を動員させて、鎮静化を図った。 貧困との戦い群衆の勘固に応えるジョンソン1964年1月8日、ジョンソンが自身初めての一般教書演説で貧困との戦いを提唱してアメリカの貧困に対して無条件降伏を求める戦争を宣言した。同年5月には偉大な社会をスローガンに掲げて次々と国内の改革計画を打ち出した。 経済機会局を設けて、社会保障や福祉保険の拡大を目指した、経済機会法、老人医療無料化を図った、医療法、教育援助を謳った、初等、中等教育法、家賃補助を定めた、住宅法、これらが1965年に、相次いで、法整備がされて、低所得者に対する公的扶助として、主に高齢者の医療費を補助するメディケア。 低所得者の食費を補助する、フードスタンプ、低所得者の幼児の就学を支援する、ヘッドスタートなどのプログラムが制度化された。さらに、1965年に、高等教育法によりすべての高校教育を終えた、学生が大学への受験が可能になったほか、優秀な学生に対して、連邦奨学金と給付奨学金制度が、確立された。 この1964年から1965年にかけてジョンソンが連邦議会を動かしていった社会改革は両においてもその内容においても1933年のルーズベルト大統領の業績に匹敵するほど目覚ましいものであったアメリカ国民の健康に対する卓越した貢献が認められメアリー・ウッダードラスカー公益事業賞を受賞したジョンソンが 議会操縦にかけては、天才的とも言える能力を発揮し、優秀な議会政治家であったことは、間違いないと言われている。大砲もバターも、大統領を退任後の1971年に、出版した、回想録の中で、ジョン・ソンは、自分が在任中に、健康関係の政策への支出は41億ドルから139億ドル。 教育関連支出は23億ドルから108億ドル、高齢者への補助金は174億ドルから290億ドル、そして貧困者への補助金は125億ドルから246億ドルに増大したと述べている。しかし、ケネディ政権時代に介入が本格化した、ベトナム戦争が激化して、多大な出費がかさみ、1966年に、 ベトナム戦争に220億ドルが投入される事態となり貧困との戦いよりもベトナムでの戦いに予算が継ぎ込まれていった。当時、大砲かバターかと揶揄して両方の戦いを行う愚かさを主張した指揮者もいたが大砲もバターもというのがジョンソン政権の立場であった。ソ連の古水ン首相との会談、ジョンソン大統領時代はベトナム戦争に彩られるが、 ケネディ大統領時代の米ソ対立が緊張緩和して1967年6月にアメリカのニュージャージ州グラスボロでソ連のコスイギン首相と米ソ首脳会談を行い米ソ協調の時代に入っている。ジョンソンの時代にアメリカとソ連とで結んだ協定の数は国交を結んだ1933年からの30年間よりもジョンソンが 大統領に在任した5年余りの期間の方が多く、米ソ関係が進展したことを証明している。この間に締結した協定には、宇宙空間平和利用条約、核不拡散条約、領事条約、核兵器製造のための濃縮ウラン生産の相互削減、両国を結ぶ、初の定期航空路の開設、文化交流協定の更新などがある。そして、 戦略兵器削減と弾道弾迎撃ミサイルの問題について1967年6月のグラスボロ会談で協議し、翌年夏までには ABM を含む攻撃的、防御的な核兵器の制限について話し合うことに同意したが、この時1968年8月にチェコスロベキアにソ連が軍事介入したため、米ソ間の協議は頓挫した。 この問題は次のニクソン政権に引き継がれた。そして、米ソ関係は対話が進んだが、ベトナム戦争ではソ連と対立して打開の糸口はつかめなかった。この時期はフランスのド・ゴール大統領の独自外交にも悩まされたが、ベトナム政策を強く支持した。 日本の佐藤首相には1967年10月の日米首脳会談で日本側の沖縄返還要求に対して量産年内に結論を出すとして返還の道筋をつけている。ベトナム戦争ベトナムの米軍兵士に勲章を授ける、ジョンソン左からジョンソン、ウエストモーランド将軍、南ベトナムのグエンバン中国家元首とグエンカオキ首相、第二次世界大戦後、 ベトナムは南北に分断されて、北はホーチミンが率いるベトナム労働党、南はバオ大国王を退位させて大統領になったゴディンジェム政権が退治していた。創始国フランスは、1954年にディエンビエン風が陥落してからベトナムから退き、代わりにアメリカが全面に立ってゴディンジェム体制を支え、アイゼンハワーの時代には毎年2億ドルを支援して、 政権の安定を図り、軍事顧問団を675名派遣していた。1960年12月に、南ベトナム解放民族戦線が結成されて、南ベトナム内で次第に勢力が増大していく状況で、ゴディンジェム政権は有効な対策を取れず、政権内部も一族が権力を独占して腐敗し、特に仏教徒への弾圧も激しく、ケネディも、 ゴディンジェムを見限るほどに混乱していた。ケネディは、アイゼンハワー時代から比べて、軍事顧問団を増破して、1963年には1万6000名余りが、ベトナムに駐留していた。これはもう通常の軍事顧問というレベルではなく、事実上の正規軍の派兵というレベルで、ケネディが、ベトナムでの軍事顧問の性格を変えていた。この当時ベトナムは、 国内は混乱していたが内戦状態ではなく、世界中から注目されていたわけではない。1963年11月には、ケネディの了解のもとで、クーデターが起こり、ジェム大統領は、弟のゴディニュー秘密警察長官と共に、反乱側に殺された。ケネディ暗殺事件が起こるわずか3週間が前であった。ベトナム戦争に、 本格介入するきっかけを作ったケネディやマクナマラは1963年当時のゴディン・ジェム政権と対立した結果計画していたと言われる軍事顧問団の縮小政策を実施に移すことができなかったと一部で言われているが後にニクソン政権のキッシンジャー補佐官はケネディ時代にそもそも軍事顧問団を縮小する計画はなかったと述べている ケネディも撤退を考えていたわけではなく、当時のドミノ理論からベトナムからの撤退はその後に、他の国での共産主義勢力の慎重を招き、アメリカの権益と自由の守護神としてのアメリカの威信が傷つくと考えていた。これは暗殺後に昇格した、ジョンソンも同じ考えであった。しかし南ベトナムの政治の混乱は、クーデター後も再びクーデターが起きて、 ズオンバンミンからグエンカーン、グエンカオキ、そしてグエンバンチューと権力者がその度に変わっていく状況であった。ケネディ暗殺後の1964年、南ベトナムへの魚雷攻撃を行う北、ベトナム軍艦艇が誤ってアメリカ海軍駆逐艦に誤爆した。その数日後、アメリカ軍は北ベトナムの魚雷攻撃に対応して、トンキン湾事件として、 本格介入への口実を作り、すぐにジョンソンは議会に、トンキンワン決議を提出して、下院では416対0で、上院では88対2で可決した。この決議で、あらゆる手段で、アメリカ軍に対する攻撃を取り除く権限が、大統領に与えられた。これは、実質的には大統領に戦争体験を与えたのと、同じ結果を生んだ。さらに、 翌1965年2月7日、アメリカ軍事顧問団基地が解放戦線によって攻撃され、7名のアメリカ軍将兵が死亡し、109名が負傷した。これを受けてジョンソンは怒り、報復として北ベトナムへの爆撃を開始した。ただし、ジョンソンは当時北ベトナムに軍事顧問団を多数送っていたソビエト連邦や中華。 人民共和国との関係を考慮して、北ベトナムの基地関連施設に限定した空爆を行うに止めている。ソビエトや中華人民共和国との全面衝突を恐れたためであるが、ハのイ港にはソ連の輸送船から荷上げされた兵器もあり、この結果、北、ベトナムにはソ連や中華人民共和国からの軍事支援が継続されることになる。北、 ベトナムを爆撃したのは、爆撃によって、北ベトナムの経済を麻痺させれば、兵力の軟化が不可能になりやがて平和交渉に応じてくるという、ジョンソン政権での国家、安全保障担当大統領補佐官、マクジョージバンディの読みからであった。後に、ジョンソンの後任であったニクソンは北ベトナムと交渉を、しながら、爆撃を行い、港南合わせた手段の一つとしての北爆を、 躊躇しなかった。しかし中祖からの膨大な軍事支援を受けていた北、ベトナムは屈指しなかった。そして1965年3月8日、ダナンにアメリカ軍海兵隊2個、だいたい3500人が上陸して、本格的な地上戦を展開することとなった。アメリカにとってのベトナム戦争はこの時から始まり、結局8年間続くこととなった。ジョンソンは、 ウエストモーランド司令官の要請を受けて1965年末には18万4000人に増派し、最後のグエンバン中政権と南ベトナム解放民族戦線との内戦であったベトナム戦争がアメリカのベトナム戦争となり、ベトナム全体が戦場と化した。イゴトン禁案ンン決議に基づき、全軍の最高司令官として付与された権限を行使して、 現地の最高司令官、ウエストモーランドの要請に応えて小刻みに増派を繰り返し、1965年末に18万4000人、1966年末に38万5000人、1967年末に48万6000人、1968年末には53万6000人が、ベトナムの地で戦い、多くの若者が熱いジャングルの中で心身ともに、 傷ついていった。戦死者数が1966年4000人、1967年7000人、1968年は、実に1万2000人に達した。また1961年から1971年まで、全土で散布された枯れ葉剤は、約7万キロリットル、1972年末までに、 第二次世界大戦で米軍が使った量の3.5倍に達する爆弾総量がインドシナ半島に投下された。ケネディ、そしてジョンソンがベトナムになぜこれほど大規模に軍事介入するに至ったのか。それは第二次世界大戦後に東、ヨーロッパや中華人民共和国、北朝鮮に相次いで共産主義体制が成立したように、 この当時は一つの国が共産化すれば、すぐに隣国に派生して、次々に共産化することを恐れ、また自由陣営の大国としてのアメリカが、世界の自由を守る守護神たる、使命感を持っていたためである。必ずしも、経済的利益のためではなく、冷戦の論理とドミノ理論が、ジョンソン政権の最も優秀で最も聡明な人々の思考を捉えていた。これが、 ベトナムの銃を守る戦いであった。しかしそれは逆に相手国を知らなさすぎることにもなり、ジョンソンはこの時期にほとんど北ベトナムとの対話のチャンネルを持っていなかった。北から南への侵略をやめようと訴えても、交渉の糸口にはなり得ないもので、議会内での根回しや駆け引きはうまいが、こと外交に関してはそうではなかった。アメリカ兵の戦死者がベトナムで増え、 1965年末に約1300人、1966年末に約5000人、1967年末に約1万に達し、テレビで戦場の模様が放映されるとともに、ジョンソンへの支持は低下した。1965年10月の世論調査では、ベトナム派兵を支持する者は64%で、あったが、 しかし1967年10月の世論調査では、支持44%、不支持46%で、初めて逆転している。北爆やアメリカ軍兵士の増強で戦争を連続的に拡大して、やがて多数の戦死者、戦勝者を出し、それなのに戦局が好転しないのはなぜかという疑問は、議会から、大学から、 そしてテレビで戦場になったベトナムを見た多くの一般家庭のアメリカ国民から声が上がっていった。1966年2月に上院外交委員会はベトナム公聴会を開き、全米に6日間にわたってテレビ中継されて常時懸案などから戦争政策への批判が出された。さらに1967年に入るとベトナム戦費の増大による 福祉予算の圧迫に不満を募らせた、キングボクシラ黒人公民権運動の指導者が、公然と反戦の声を上げ始め、4月には全米で約30万人を動員する反戦集会が組織されるようになった。このあたりから、マスコミからは、連日のように、ベトナム戦争への対応のまずさを批判され、そしてそれは、政策の批判だけでなく、 大統領と国民との間で信頼感を持つことができないギャップとして認識された。1967年11月にそれまで北爆を推進してベトナム戦争の最高責任者であったマクナマラ国防長官が辞意を表明した。彼はその1年前に北爆を縮小するよう大統領に進言し、 1967年5月に解放民族戦線を含めた連立政権を受け入れるべきと主張するまでになったが、ジョンソンは却下して軍事介入路線を継続する方向に変わりはなかった。そして1968年に入ると1月末の旧正月にベトコンのテト構成で首都最後の中枢部まで攻撃を受けてアメリカ大使館を一時占拠され、それまで かんばしくない戦果であっても南ベトナムでアメリカ軍が優勢であるとの見方が急速に崩れて、ジョンソン大統領の弁明に保守派ですら不信感を持ち、もはやアメリカの軍事的勝利は不可能だという認識が広まり、その時までベトナム戦争を支持していた保守層からも戦争継続への不安の声が増大していった。そして2月27日に CBS アンカーマンの ウォルター・クロンカイトからもベトナム戦争への疑問と戦況の行き詰まりが表明されるに至った。テト構成後、ベトナム派兵は誤りであったと考える人の割合が過半数となるようになった。逆に、ジョンソン大統領の戦争遂行の仕方に対する支持は26%にまで落ち込んだ。3月にマクナマラの公認として国防長官になったクラーク・クリフォードは、 ウエストモーランド司令官からの20万人の増派要求に対して国防総省内で今後の方向の検討を行った上で大統領にもはや戦争を継続しても軍事的に圧倒することはできないとして増派に反対して縮小に方向転換すべき旨を伝えた。ジョンソンにとってはショックであると同時にここでもう一つ大きな壁にぶち当たった。 それは1968年3月12日に大統領選挙の最初の民主党予備選挙であったニューハンプシャー州で友人マッカーシー候補に辛くも勝利するが得票率は50%を割って46.5%一方マッカーシー候補は42.4%であった勝つには勝ったが現職大統領としては政治的敗北であった この意外なジョンソンへの支持の弱さを見て3月16日にロバート・ケネディが急遽立候補宣言を行い同時に世論調査でジョンソンへの支持率が最低を記録してもはや再選の道が閉ざされかけようとしていた次期大統領選への不出馬を表明するジョンソンこのような厳しい状況の中でジョンソンは1968年3月31日夜に テレビ演説を行い、これまでのベトナム政策を劇的に転換し、北、ベトナムへの北爆を部分的に停止して、無条件で、北ベトナムとの対話を呼びかけた。そして演説の最後には、総行にはなかった、次期アメリカ合衆国大統領選挙において、民主党大統領候補としての再指名を求めない、ことを発表した。 アメリカの若者たちがはるか彼方の戦場にいて、アメリカの未来が国内で試練にさらされている中、そして私たちと世界が安定した平和を毎日願う中、私は自分の時間の一時間、一日たりとも、個人的、党派的な目的追求のために、そして皆さんの国の大統領という職に伴う多大な義務以外のいかなるものにも捧げるべきでないと信じます。 したがって、私は、大統領として再選されるための、私が属する党による指名を求めることも、受諾することもありません。リンドン・ジョンソン、1968年3月31日大統領退任の、数日前に、穏やかな顔を見せるジョンソンこれは、ベトナム戦争に対する国内世論の分裂拡大を、その理由に挙げて、 これから任期が終わるまで国内世論の融和を図ることに大統領の職務を全うするため大統領選挙への出馬を断念することを明らかにするものであった。事故のベトナム介入政策が挫折したことをこの時初めてジョンソンは認めたのである。後にマクナマラが密かにまとめた国防総省秘密報告では この決断が兵力をこれ以上増強しても軍事的勝利を得られないという補佐官たちの確信と戦争政策をめぐって分裂した国民の団結を回復しなければならないという事故の深刻な決意から生まれたものだと記述されている。この後5月からパリで北ベトナムとの交渉が始まったが任期が終わるまで実質何ら成果が上がることはなかった。そして民主党は ロバート・ケネディがカリフォルニア州予備選で勝利して、党大統領候補指名に大手をかけた直後に暗殺されたため、結局副大統領のハンフリーを指名した。ハンフリーは予備選挙に立候補していなかったため、70年代以後の民主党予備選挙では、指名されるためには立候補が必須条件となった。大統領選挙では共和党のニクソンが、 得票率四四十三点パーセント、獲得選挙人三百一、ハンフリーが得票率四十二点七パーセント、獲得選挙人百九十一で敗北した。得票率は僅差だったがベトナム戦争を泥沼化させたジョンソンへのアメリカ人の批判と反発は強かったのである。九百六十九年一月二十日の大統領退任後は政界を引退して テキサス州へ戻った。1972年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補のジョージ・マクガバンを支持した。ニクソンはベトナムからの名誉ある撤退をスローガンに、段階的に縮小はしていたが、北ベトナムとの交渉が、ようやく進むこととなったのは、4年後の1972年秋からで、1973年に、入ると、 和平交渉の動きが加速して1月27日、ようやくパリ協定が調印された。これはアメリカと北ベトナムとの間で停戦が実現して、1973年3月31日までにすべてのアメリカ軍が撤退すること、捕虜となって北ベトナム軍に拘束されたすべてのアメリカ軍将兵が解放されることも含まれていた。しかし、 ジョンソンはこの法を聞くことなく1973年1月22日に自宅で心臓発作を起こして死去した。64歳没。ベトナム和平協定が調印される1月27日のわずか5日前の出来事であった。ジョンソンのハカリンドン・ジョンソン政権の時代はベトナム戦争で厳しい批判を受け5万数千人のアメリカ兵が戦死した。 一方、その間の福祉政策を中心にした、ケインズ主義的な、偉大な社会計画などの国内施策については、ある程度評価された。ありがとうございます。